皆さんこんにちは、ケンです。今日は新しく買った自転車を紹介したいと思います。はい、こちらはグラベルバイクとなってまして、見ての通り極太のタイヤとグラベルということでディスクブレーキになります。マリンのニカシオ SE というモデルになります。はい、ニカシオシリーズはいくつかありまして、その中の、フラットバーのタイプになっております。こちらはですね、私が乗るではなくて、私の父に、父の日のプレゼントとして買ってあげた自転車になります。父は、トレックのドマーネと、クロスバイクのクロスタっていうのを私が貸し出してあげてたんですけど、自分のバイクはなかったんですね。で、母には母の日にキャノンデールのクイック4っていうクロスバイクをプレゼントした背景もあったので、今回は父に自分の自転車を持ってもらおうということで、このグラベルバイクを買いました。父はですね、あまり自転車については詳しくないので、私が欲しかったこのグラベルバイク、マリンの2カ所 SE を選びました。さっきポジション合わせのために乗ってもらったんですけど、今日ちょっとあいにくの雨でちょっと車体濡れてますけど、はい、ご紹介したいと思います。で、まず特徴としては、ニカシオはこれもう見てわかるように細いですよね。これは黒森フレームです。鉄ですね。しなりがあります。うちの父今60ぴったりか還暦か60なので、乗り心地重視ということで、この黒森フレーム選びました。フォークも黒森ですね。で、シートポストとステムとかハンドルはアルミでできてます。グリップは、マリンオリジナルのグリップが効くタイプですね。しっかり手に食いつくタイプのものがついてます。ブレーキはテクトロの、メカニカルディスクで、ディスクローターもテクトロ製160じゃないですかね、これは。しばらくは完成車で乗ってもらうんですけど、将来的に TRP のもっといいキャリパーにするか、もしくは油圧ディスクにすることを考えてます。クランクは、FSA のシングルですね。シングルクランク。こちらのクランク長が175なんですね。ちょっとサイズ度忘れしましたけど、うちの父の身長が180センチありますので、結構デカめのサイズで、クランク長もだから長いです。175ですね。リアは、シマノ製のアセラ8速スピードになってます。で、ペダルは、グラベルバイクっていうこともあって、踏み面が広いタイプのペダルになってますね。ちょっとね、ここの軸の周りは悪いんですけど、しばらくこれで乗ってもらおうかなと思ってます。で、サドルは、マリンのオリジナルですね。柔らかめのサドルで、幅も広めのものがついてます。最後に、WTB のホライゾン、650×47C ですね。これ 700C じゃないんですね。今、これで 47C ですけど、50C まで全然余裕でクリアランスはこのフレームありそうですね。で、ホライゾンの特徴は、舗装路では速く走れるような構造で、空気圧を落とすとこのサイドがグリップ効いてくれて、砂利道でも走りやすくなるっていうようなタイヤですね。ホライゾンはそういうセミスリックで、いわゆる万能なタイヤだと思います。で、これで全部ニカシオの完成車としてのスペックをご紹介したんですけど、ニカシオの特徴は、黒森で乗り心地がいいっていうのもそうなんですけど、さらにこういう太いタイヤが履いてますので、そこも乗り心地アップで、プラスこの WTB のタイヤって1本あたり結構高いんですよ。かなり高い高級タイヤがついてますので、これを初めて試乗する方は、わ、何これ進むって思うと思います。で、ここまでが普通の2カ所 SE の状態なんですけど、ここからが、オプションパーツ、カスタムした内容をご紹介します。まずこちらですね。マリンのオリジナルの前かごですね。こういう風にしっかりダブ穴も最初からついてて、ここからつけるタイプなので、重い荷物でも乗せることができます。アルミのやつですね。で、しかもここ木なんですね。ここ木でできてるのでおしゃれですよね。街にも溶け込むし、父と母が、ライドするときって大体2、30キロって聞いてるんですけど、例えば道の駅寄ったりとかするらしいんですね。その時にお土産持って帰るのを、リュックじゃ入らないときある。そういったときにこの前かごあったら便利だなということで、今回この前かごがついております。
これが1点目の、2箇所 SE のカスタムポイントですね。で続きましてライトは、まあ、還暦なんでね、赤いキャットアイのボルト200でサイコン、この見た目もすっきりしてておしゃれなやつ、まあそんなごちゃごちゃケイデンスとかついてても正直見ない、扱えない、はい、操作がわからないってなりますので、スピードと距離が出ればいいのかなと思ってこのシンプルなやつにしました。はい、無線のやつですね。で下に行きまして、これはちょっと私のこだわりなんですけど、まあこの2カシオを買ったらチタンのボトルケージつけたいなと思ってまして、チタンカラーの、ボトルケージじゃなくて本当のチタンです。まあこれ私欲しいって言ってたじゃん、動画でも言ってるんですよ実は、過去の動画で、うん、マリンの取材をした時にこの2カシオ SE 買いますんでって言って、はい、本当に買いましたので、はい、僕のではないんですけどね。でね、これ私も実家帰ったら乗らせてもらおうかなとは思ってます。新しいグラベルバイクの紹介でした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。